トの仕業ね。プリキュアの力まで取るなんて。思い出いっぱいウルトラパッピー。ぶっちゃけありえない。もしかして残っているのは私たちだけのようですね。みんなを助けなきゃ。何これ、どうなってんの。思い出を奪われるお覚悟はよろしくて。エル、大切な思い出消えちゃうの、そんなの絶対嫌。ただいま。おかえり。今日も記憶をたくさんゲットしたよ。私の記憶がこんなに増えたね。ウルトラハッピー、ワクワクもんだ。絶好調なり。映画ハグッとプリキュア2人はプリキュアオールスターズメモリーズで未練役を演じました宮野真守です。普通に正直に嬉しかったですね。僕もまあ結構もういい年なんですけどでも15年前から始まったということで、その当時見てたので、20歳ぐらいかの時に、まあとにかくもう僕アニメ大好きなので、いろんなアニメ大好きで、もうその中でもやっぱり、プリキュアもすごく面白くて、今やそれが伝説級の番組になり、で15年を経て自分が出られるようになるなんて思ってもみなかったので、すごく嬉しかったです。そもそもなんかその少女たちが変身して戦うっていう作品いろいろある中で、やっぱかっこいいなって思って好きで見てたりとかしたので、また新たなヒロインが誕生したんだなというふうに当時思っていて、でとてもこうなんだろう、ポップだし、でそれでいて戦い方が結構がっつりいくのでかっこいいなって思いながら見てたんですよね。あ、女の子でもこんなに強くたくましく戦うんだみたいなところがあったので、面白く見てました。はい。いやすごいなって、やっぱりその夢の共演みたいな、もう全員集合みたいなものってやっぱり熱くなるものがあるじゃないですか。でそれでプリキュアの中でも歴代全部登場するっていうのはやっぱりとてもとても大きなお祭りだと思うので、僕もすごく興奮しましたし、そこに参加できるっていうのはすごく嬉しかったですね。今回の映画でプリキュアたちの前に立ちはだかる、敵というか、そういう存在のキャラクターではあるんですけども、僕自身はその中で、そのミレンというキャラクターの見た目もありますし、そのプリキュアたちの、思い出を奪ったりとかすると、プリキュアたちの口癖も真似したりとかしていく姿があったりとかするので。ポップに楽しく演じるところもありましたね。僕がそのプリキュアが始まった時に見てた2人はプリキュアのぶっちゃけありえないとかっていうのは、まさか自分が言える日が来るとは思ってなかったのでプリキュア側みたいな感じなのでねそれを感動しましたね、自分でそれ言ってて。はい、僕自身がこのプリキュアの記念すべき映画に、参加できることが非常に、幸せですし、その中で、とても大事な役を担わせていただきました。この映画をすごく楽しく、ご覧になっていただけると思うんですよ。とてもキャッチーですし、華やかですし、ポップですし、でそう楽しく見ているうちにとても大事な思いが最後に残ると思うんですね。最後にとても優しい思いを受け取ることができる、そんな映画だと思うんです。だから見てくださる大人の方も、子どもたちにもぜひ大事な思いをこの映画から、受け取ってほしいなというふうに思います。